白い渦のように咲き乱れている。人々は彼らの神を信じ、その神もこの地の平穏を守り続けている。そしてこの地はある秘密を隠していた。それは魂の秘密。秘密はこの地で守られ続け、代々受け継がれていくはずだった。しかしイグドラシルの激震、虹の橋の崩壊、主神オーディンも眠りから目覚め、9つの世界にまた新たな危機が迫ろうとしていた。彼らは影から現れ、世界に姿を見せる。責任と信仰、そして祝福を持って。忍びの奥義は魂である。魂の力を追求する忍術。強靭な魂は隠と術の基礎となる。これは今までにない強大な力だ。潜水の国で誕生し、守護の決意に養われ、神々の祝福を受けている。忍びの道を求める者たちはもう黙ってはいない。彼らは忍者。強大な魂の力は全ての冒険者と共に、冒険の世界の新たな幕が開く。